いディフェンスを見せました。この後張本はスリーポイントもあるが自分で切り込んで最後はモンズ。こちらはボンズの素晴らしいダンクがあったシーン。だがエチェニケ強い、シュートまでは持っていきました。三鷹も素晴らしい対応を見せました。ボンズ自分で行きました。さあピーク早いぞ、最後ピークが締めました。第1クォーター、来ません。リバウンドは福島、村上スピードに乗ってエリック・マーフィー。このシーンが昨日もよくありました。6点差となっています。ただ福島まだまだこの第2クォーターのうちに同点そして逆転へというチャンスもあります。先ほど3のともにもう1本か、少しエリック・マーフィーとミスマッチになっていました。ギブス強いぞ、バスケットカウント。第3クォーター最初の得点は長崎。ここはハレルソンのファールとなります。ボールが通ります。そして外でボールを回して先ほど3のピークが今度は切り込んでいった。ピークも体が強い。外の高橋へキックアウト。その高橋はどうする？エリック・マーフィーへ。中エリック・マーフィー強い。決まりました。野口ピークへ。ピークは自分で行くか。外の山本のスリーは来たー。ハレルソン。切り込んできたのは長谷川。プレッシャーをかけに行く長谷川。もう一度ギブスへ。奪った、決めました。ただまだ攻め続ける福島。奪った長崎、速攻だ。ギブスとどめの一発。エチェニケ決めた。2点を返した福島。菅野のディープスリーは最後エチェニケが決めて次につながる得点を決めました。